統一モデリング言語におけるパッケージ図とはパッケージ同士の依存関係を描画することで論理的なグルーピングをするための図でクラス図の一部である。C で実装するプログラムのパッケージ図を作成する場合は名前空間をパッケージに対応させることもある。パッケージは歓迎的にはディレクトリ構造のように表すことができる。パッケージ図では システムを論理的な階層構造に分解するのに役立つ。一般的にパッケージは内部的には最大限の一貫性を保つように、そして外部的には他のパッケージとの依存関係を最小限にするように構成されている。このガイドラインで考えるとパッケージは良い管理単位である。パッケージ単位でチームや個人に開発を依頼することができるからである。 パッケージ図におけるパッケージの例パッケージは四角を2つ使ってホルダに似た形で表現する。中にパッケージ名を記述する。オプションとしてステレオタイプを記述することができる。パッケージ同士の依存関係は依存する側のパッケージから依存されるパッケージへ破線や印を引くことで表現する。パッケージにはパッケージを含むことができる。 複数のパッケージをまとめる場合、複数のパッケージから一つのパッケージに対して、破線矢印を引き、その矢印にステレオタイプマージを指定して表現することもできる。パッケージにはクラスを含むこともできる。詳細については、クラス図のクラスの項を参照。ありがとうございます。